パピーリナックスとは、軽量化されたリナックスディストリビューションの一つである。独自に開発されたライブ CD のリナックスディストリビューションであり、3.0以前はスラックウェアと高い互換性を持っていた。現在はスラックウェアウブンツデビアンをベースにした各バージョンが開発、公開されており、それぞれのパッケージ利用が可能となっている。単にパピーと略して呼ばれることもある。 ハードディスクにインストールする必要がない。ライブ CD として、すべて CD から起動させることが可能である。広く一般に公開され、GPL ライセンスに従って配布されており、無償で利用することが可能である。パピーがそのマスコットになっている。バージョンによって異なる。一例として、トルパップ 6.05CE の場合、オーストラリアのバリーコラーによって開発された。 リナックスディストリビューションである公式ウェブサイトでは英語版がその公式なリリースとして公開されているが現在世界的な人気を得て各国語版に改変されたバージョンが多く存在し公認された日本語版も存在する主なバージョン及びリリース日は以下の通りバージョン5以降のパピーリナックスはいくつかの系列に分かれているこれまでにもバリー系以外の人物が プロジェクトリーダーを務めるコミュニティエディションと呼ばれるものであるため、プリサイスパピーも同等に扱われる。パエカーネルが通常となり、ノンパエはレトロという扱いになった。スラコパピー、編集レイ一ミコをリーダーとするプロジェクトチームによる開発。スラックウェアベース、カーネル、ライブラリーに比較的新しいものを採用。32ビットスながら 4GB 超えのラムをサポートする。 パイ、はい、カーネルのものもリリースしている。ウェリーパピーレイシーパピー。編集バリー系による開発。T2 ベース。X サーバーはパピー4、X 系と同じで、比較的古いハードウェアのサポートを意図している。レイジーは、ウェリーに比べ新しいカーネルや、X サーバーを採用し、最近のハードウェアへのサポートを意図している。カーネルと X サーバー以外は、基本的にウェリーとレイシーで同じ。 バージョン5.2からウェリーとレイシーが基本的に同時リリースされているバージョン5.5へのサービスパックを最後に今後はプリサイスパピーに集約される見込みルーシットパピー編集プラデイズをリーダーとするプロジェクトチームによる開発部分数10とバイナリ互換カーネル2.633.2や主要ライブラリーを変更することなく改良 保守が続けられた。ルプマイナス5.28から005を最後に更新対象から外されている。レリングパピー。編集バリー系による開発。ウブンツ13.04とバイナリ互換。現在アルファ版のみが公開されている。トルパップ CE。編集666フィルビーが取りまとめ役を務めるプロジェクト。ウブンツ14.04とバイナリ互換。 この系列の公式最新版は6.05で、カーネルは32ビット版が3.1456、64ビット版が 3.1454? である、32ビット版の ISO は、パイカーネルのものとのパイカーネルのものが用意されている。ゼニアルプップ CE、編集666フィルビーが取りまとめ役を務めるプロジェクト、Ubuntu 16.04と、 バイナリ互感 7.0x として開発が進み、公式版は7.5と不満された。カーネルは32ビット版が4.495のパエ、64ビット版が4.958である。バイニスプップ32バイニスプップ 64ce、編集分数18.04とバイナリ互感32ビット版は、ペーベイを中心として、 アッププブの名称で開発が進められたが、公式版リリースにあたりバイニスプップ328.0と命名された。一方、64ビット版は当初からバイニスプップ64として66、666フィルウィーをリーダーとして開発が進められ、公式版は8.0と不満された。開発の経緯から32ビット版と64ビット版で収録されているアプリケーションの一部が異なる。 パピーリナックス、日本語版は有志によって、英語版を日本語化し、日本語を母語とする初心者でも使いやすいように、アプリケーションの追加、修正をしているバージョンである。ありがとうございます。